こんにちは、柴田です。今回はギブソンのスタジオとスタンダードとスペシャルを鳴らし比べていきたいと思います。今日は鳴らし比べの動画なんですけれどもね、こちら千葉管楽器から借りてきたスタジオのスペックが非常に面白いのでね、まずこれをご紹介させていただきたいと思います。見た目はね、スタジオです。バインディングがなくて塗装が薄い、まあ、それがねスタジオの特徴なんですけれども、マホガニーのバックにメイプルのトップと。しかしながらこのスタジオはですね、非常に面白いです。まずねこれですね、 G-Force がついてるんですよ。自動でチューニングができる機械ですね。そしてロッドカバーも独特でね、裏見てもね結構びっくりします。こうヒールレスのカットになってるんですよ。セットネックでヒールレスカットで、表見るとエスカッションがね銀色シルバーなんです。そしてこれもね改造してないんですけど、ノブもねこれオリジナルらしいです。でなんとなんと、さっき気づいたんですけど、これね取れるんですよ。パチッとでね、はめ込めるんですよ。これめっちゃ面白くないですか。そしてそしてナットご覧ください。金物のナットになっております。これね高さを調整できるんですよ。というふうな感じでスタジオなんですけれども、いろいろね近未来系なスタジオな感じになっております。ネックは近代的なシェイプで、スリムテイパーですね、かなり薄めになってます。幅はね普通のとあんま変わらないですね。多分42だと思います。ではまずはですね、生音の比較をして、そしてクリーンの比較をして、歪み、まあ、この順番でいきましょう。スタジオ、スタンダード、スペシャルみたいな感じでいきましょうか。では生音からいきます。ギブソンらしい感じですね。でもやっぱナットのねこの金物感は若干するかなっていうところです。ではスタンダードいきましょう。生音です。やっぱ塗装とかも関係あるのかな。重心は低いながらもちょっと落ち着いて聞こえますよね。暴れないというか、スタジオの方がね暴れてるような感じはします。でスペシャルですね。これはねボディも軽いんで、やっぱねトップにメイプルがないだけでね結構違ってきますね。膨らみの方を感じますもんね。おお、なかなか面白い違いですね。ではまずクリーンから。結構きらびやかですね。金物のナットね悪くないっすね。センター感じが結構ね素直に出てる。じゃあスタンダードのクリーン。ピックアップの出
力もね強いし、でフロント、らしい重厚感のあるサウンドですね。続いてスペシャルです。じゃクリーンいきます。素直、素直なサウンド、センター。なんか魔法らしさもありますよね。めちゃめちゃ音作りがしやすそうな、本当にね素直に出てくれるギター、これもねスペシャルのね魅力でしょうね。続いてオーバードライブいきましょうかね。暴れ具合がね、いいっすよね。うん、フロントもやっぱね、暴れ気味。これがね、スタジオの魅力っすね。やっぱね、それぞれにね、魅力ありますよね。では、スタンダード。やっぱり、ね、落ち着きがあってこう締まってる。キレよく感じますよね。ですけど、まあ、年代のね差はねちょっと出てるような感じはしますね。スタジオはねこう吠えてる感じだったんですけど、それにちょっとね泣きが入ってるようなのがこのレスポールスタンダードかなと。おい、スペシャルです。これねいいんすよ、これいいんすよね。このね膨らみ感わかります。なんていうかこうふわーって出てます。なんとなく伝わるかな。
ナオマホガニーですみたいな感じですよね。というふうな感じでね、それぞれにね良さがありますよね。皆さんはどれがお好みだったでしょうか。僕の感想としてはスタジオはスタンダード寄りです。でスタンダードよりも暴れる感じなので、ラフなサウンドをこう求めていくっていう時にはやっぱこれいいですね。重心低く、なんかこう重厚感のあるロックサウンドにはスタンダードで、自分の音をねこう操りたいっていう人はスペシャル。スタンダードはね、なんだかんで言ってもね、ちょっとね音作りは難しいんですよ。多彩な音を楽しみたいっていう人にはスペシャルが一番合ってるかなとは思いますね。というふうな感じで、なかなか面白い動画になったと思います。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。